はい、どうもアレックスです。ドイツで引っかかる、いずれ日本に来る3つの詐欺師タイプを紹介したいと。そしてロボットの声が出てくる。そのロボット声は何言ってるかというと、例えばあなたは〇〇の保険で養生払いしちゃう。つまり通常よりも金を払った。だからそれをちょっと返したいと。で、そのロボットはもしそういうサービスをしたいなら1を押してくださいというのことです。一旦1を押したら、そこでそのサービスのスタッフはすごく長い時間をかけて、あ、ちょっと待ちください、ちょっと待ちください、合計10分以上かかるんで、じゃあどうしてそういうことがかかって、最後にどうなっていくかというと、最後はあたかも検索して、あ、ちょっともう大丈夫だったよとか、ご安心ください、もし何かあったらもう一回連絡いたしますというようなことを言って、で終わりです。ただしそのコールが終わったの2日後とか、自分の携帯電話ではすごい会計が出てくる。うんま円が出てくる。そもそもどうしてその金額が出てくるかというと、あなたは1を押したということですね。1を押したからこそ、あなたはあそこに折り返し連絡したということ。つまり、向こうから連絡をもらうけど、もし1を押したらあなたは向こうに連絡する。そしてその連絡先は有料電話番号です。そこに引っかかったら、いくら警察にいても無駄です。彼らはすぐさまにその金を下ろすこともできます。だから、ルールとしては、知らない電話をかけたら、そもそも受話器上げないこと、出ないこと。あと、もし、ロボットの声が出たら、1というか、2とか、とにかくそのボタンを押すな。その二つのルールを守ったら安心です。もう一つの詐欺は、もう一回養生払い詐欺ですけど、でも、その養生払い詐欺、これはペイポールなどのサービスに限られてます。つまり、もしあなたは自分のペイポールに入って、そこでうんま円がプラスになったということですね。そこから折り返しのちょっと間違ってあなたのペイポールに送ってしまったというようなメールが入ります。で、その金をちょっと返してくださいということですね。それはブブーです。なぜならば、もしあなたはその金を返したら、あなたは共犯者になる。警察に捕まえられちゃうから。いやいや、自分何も悪いことないよ。ただ、送った金を返しただけでしょ。そもそもその金はどっから来たかというと、以前に何回も紹介したの、ウェブページでそのコードを見たら、ね、ライトクリックにコードを見たら、そこで検索、クラウドフレアをかけたら、もしそれが出たら、それはもう詐欺師です。あとは、いろんなウェブページで支払い方法が多いんですけど、すべてを試したら、できるのは前払いのみということですね。前払いの時にはあなたもその金を返さないから、そうやったらもうダメになっていく。だから向こうはもし前払いだけだったら、そのウェブページはそもそも入らない。ちなみにそれは3番目の詐欺ですね。そのウェブページの詐欺ですね。でもそのウェブページの詐欺引っかかった人が金を払ってで、自分の商品をもらわず、どうやって彼らはその金を隠す？どうやってその金を選択するかというと、そうです。彼らはそれとを使って人のペイポールに振り込む。で、もしそれはただのペイポールだったら、前払いじゃなくてその人はペイポールで払っただったら、そこでもっと危ないんです。なぜならば、あなたはそのもらった金を詐欺師に返して、その人は、じゃあそのペイポールだったよって、じゃあそのペイポールから返しなさい。ペイポールからは金を返しはできます。ただ、その金額、その1万円は、あなたが支払わなければならないんです。そうです。つまり、あなたはその金を払わなければならないんです。だからやらないでください。じゃあその金をもらったらどうすればいいんですか？もうペイポールですごい数万円が入った、やったーみたいな感じではないんです。すぐさま警察に行きます。警察さんに行ったら、そこでこの金はわからないし、警察さんがあなたにその警察さん用のペイポールアカウントをもらって、そこで振り込んだら安心です。そう、そこからも法律とかも引っかからない。どちらかというと、もしあなたはその金を使おうとか、もっとやばいのは向こうに振り込んだら、あなたは協力者になります。その金の選択に協力するから、あなたは。だから特にその2番目はダメです。で、3番目はもう何回も言ったんで、前払いですね。前払いのみページはダメです。わからないページとかね、日本だったら .jp が入らないはそもそも危ないんです。ドイツだったら DE とかね、アメリカ COM とかね、でも .jp 日本だったらじゃなかったら結構危ないんですよ。もしドイツに住んだらこのコード
ですね、01521。そっからのコールをもらったら、とにかく出ないです。じゃあ、最後にもう一回全てまとめたいと思います。ルール1、知らない電話、特にこのコードをかけたら、出ないです。もし出たら、1押してと言ったら、押さないことです。2番目は、ペイポールなどで、余剰払い、つまり、自分が知らない金が入ったら、その金で、とにかく、すぐさま警察に行きます。3番目は、前払いのみページ、クラウドフレアがコードについてるページ、または、.jp がついてないページに、そもそも入らないんです。それを見たら、すぐさま逃げてください。もっといいのは、警察に通報。やったら、いいかもしれません。だから、その三つの詐欺は今ドイツにすごく流行ってるんで、いずれ日本に来るかと思いますから、みんなは特に注意してかからないようにしてください。